皆さんこんにちは、オリエンタルマシーンです。フロンテの走行動画を撮影したいと思います。ちょっと日が傾いてきたところですね。それでは出発します。吸盤でカメラをつけていたんですけど、吸盤の力では落ちてしまいました。なので付け替えまして、頭に付け替えまして、走っております。止まってショート動画を撮っていきましょう。今日はね、風がよし、OK、一旦止まります。こんな感じです。一旦止まります。それではありがとうございました。失礼します。だいぶ日が傾いてきましたので、ここまで来てたんですけど、このまま家に帰ろうと思います。頭ぶつけ、いい音、頭ぶつけました。エンジン始動 OK です。
ちょっと夕日に向かって走ることになっちゃうかもしれないんですけど、ご勘弁いただきたいと思います。よし、それでは出発します。本当にローダウンの車は今のでどこかをぶっ壊さなかったかなと思っちゃいますけど、使っちゃったんですね。パワーステがないので、やっぱりパワーステに慣れてる人っていうのは、そのパワーステのタイミングでハンドルを切るのと、パワーステがついてない車でのハンドルを切るのってタイミングが違うんですよ。初めてパワーステに乗った時のことって、パワーステしか乗ったことがない人には通じない話ですけど、初めてパワーステに乗ったこと、パワーステ世代ではなくて、例えば教習所で免許取ったぐらいの、私ぐらいの年齢の方っていうのは、初めてパワーステに乗った時っていう、その衝撃が分かる、覚えてる方がいらっしゃると思うんですけど、やっぱり例えば右折の時なんて左側通行ですから、先の車線に、左側の通行の車線に行かなければならないのに、右側の対向車線に入っちゃったりとか、そういうことがあるぐらい、ハンドルが軽く早く回ってしまうっていうんですかね、どっちかっていうと、そういうことがあります。で、それから行くと、今はパワーステに慣れてる人がこういうフロンテみたいなパワーステがついてない車に乗るということは、ハンドルを早め早めに切らないとうまく走れないんですね。ことがあります。普通の車っていうのはマンホールとかをまたいで走ると思うんですけど、ドカーンと衝撃を受けたくないから。だけどローダウンの車っていうのは、実は当たっちゃいけないところっていうのを当てないために、マンホールとか段差っていうのにはわざと乗っかるんですよ。そのことを結構ローダウンの車に乗ったことがない方はわからない場合が多いので、まあそんなことはわからない人の方が多いかもしれないんですけど、逆に分かったからってそれは何なのっていうか、全然威張れることではないんですけど、そういうことがあります。止まる位置を考えて止まんなければいけない。せっかく乗ったので、トランクの中のものをまた下ろしていこうと思います。トランクを開けるのにもキーが必要です。何をやるにしてもキーが必要なんですよね。オイル、馬、クーラント、ネジ、ネジ類ですね。あとこれ、工具、これもちょっと全部下ろそうかな。軍手も下ろしますと。よし、これで OK。 車を置いてきます。相変わらずすごい音します。
の時も同じで、早め早めにハンドルを切らないとうまく思った通りの位置に行けなくなっちゃう。無事に帰ってまいりました。バックの時も難しいんですよ。結構ハンドルを切るタイミングを早め早めにしないと。しかもこの車乗ってるだけならまだしも、他にもこう車があったりするわけですから。よしよし、 OK です。帰ってまいりました。あ、確か向こうの鍵も開けたな。開いてました。鍵は一つ一つのドアから閉めなくてはいけません。すっかり日陰になりまして、いい感じだと思います。それではこの動画はこれで終わります。ありがとうございました。失礼します。